なぎもね、買ってきたね、かば焼きになってるやつ、うん、あれも美味しく食べるコツっていうのがあってですね、うなぎってやっぱりすごく栄養素がいいんですよ。目にいい栄養素もたくさん入ってます。みんなで生きよう100年チャンネル。どうも梶原です。タクポンです。よろしくお願いします。この間久しぶりにね、はい、うなぎ食べましたね。うなぎ、うん、なんかこの時期ってなんか珍しいですね。なんかいやいや、うなぎっていうのはね、まあ一応ね、夏に食べることになってますけど、はい、疲労回復とか言ってね、うんうん、ね、有名な話ですけど、土用の丑の日うなぎ食べようっていうのは、かの有名な平賀源内さんがそういうコピーを書いて江戸に普及させたっていうのが始まりで。平賀源内って誰ですか？平賀源内といえば日本が誇る発明家ですよ。へー、エジソンみたいなもんですよ。すごっ。うなぎ屋さんがね、売れなくて困ってたと。皆さん夏場で食欲がなくて、そのうなぎを売ろうっていう話になったっていう噂もありますよね。へー、あ、それでもう発明家の人がもう、そう、コピーを考えてすごだけどうなぎ本当に美味しいのは冬場ですからね。へー、大体魚類もそうじゃないですか。それからね、クマもそうだけど、クマクマもほら冬場はいろいろ冬眠したりするじゃないですか。はいはいはい。だからそうたくさん食べて脂が乗ってくるのは冬場なんですよ。だから秋から冬場はね、美味しいわけでしょ。なるほど、うん、だからまあうなぎですよ。はいはいはい、うん、でうなぎもね、買ってきたね、かば焼きになってるやつ、うん、あれも美味しく食べるコツっていうのがあってですね。へー、知ってます？いや、知らないです。知らないです。知ってます？電子レンジとかでやるとあんま美味しくないですよね。魚焼き器でやると美味しいんですけど、タレが塗ってあると焼くとき焦げちゃうんですよ。だからね、タレはよく拭き取ってですね、ちょっと焼いて日本酒をちょっとピーピーピーとかけるんですよ。やっぱり表面パリッとした方が美味しいから、まあ、そのままね、アルミホイルで蓋しないで焼くんですね。へー、うん、確かになんか美味しそうですね、うん、それ。それからタレをかける。それ食べたんですか？いや、美味しそうまあ、なんでうなぎの話かっていうと、はいはいはい、うなぎってやっぱりすごく栄養素がいいんですよ。へー、ね、あ、そうなんですか。うん、目にいい栄養素もたくさん入ってます。脂溶性ビタミンっていうのはアデックって覚えるんですよね、うん、ADEK。ビタミン A、ビタミン D とか D、E、K っていうのが脂溶性ビタミンですよ。へぇ、それに入んない B とか C とか水溶性のビタミンってことですね。へぇ、うん、ビタミン A は網膜では最終的にはね、光を感じるための色素になっていて、物を見るには欠かせない物質なんですけど、昔はビタミン A が不足すると夜ね、見えにくくなるっていう話はあったんですよ。なんかそれは聞いたことありますね、うん、なんか前家庭科で習ったっつってたよ、ね、はいはい、習いました。そうそうそう、そういう話ですよ。だからビタミン A は非常に豊富だっていうことですよ。それからビタミン E ですね。ビタミン E も豊富で、体を酸化ストレスから守るっていうので、まあ、老化を防ぐのに必要ですよっていう、そういう栄養素ですよね。ビタミン D はね、骨を作るときにね、カルシウム取っただけじゃ骨になんないんですよ。ビタミン D も一緒に取らないとダメなんですよっていうことですよね。ビタミン D はね、日光浴すると、まあ、できるんですけど、体の外から取るのも大事ですよね。水溶性ビタミンの中ではビタミン B 群ですね。ビタミン B っていうのは代謝が起こるときに必要なもので、化学構造を変えていくときですよね。そのエネルギーを作り出すときもたくさん使われるので、まあ、ビタミン B はたくさん取ってくださいってことですね。で、ビタミン B はね、水溶性ですから、たくさん取りすぎてもおしっこから出ちゃうから蓄積されることもないってことでね、多少多めに取ってもいいですよってことなんですね。代謝に影響するビタミンですから、疲労回復にいいって言われてますよね。それでうなぎは疲労回復っていう、まあ B がたくさんあるからってね。豚肉にも B が多いでしょ。へー、うん、スタミナ丼みたいなやつですねそうね。ビタミン C はうなぎにあんまないんですよ。ビタミン C といえば野菜果物ですね、うん、ビタミン以外にね、うなぎで一番多く含まれてる、よく知られてるのは DHA と、ね、EPA ですね。 DHA 言える？正式名称ってことですか？そうそうそう、なんとかなんとかなんとかです一個も当たってないじゃん。ドコサヘキサエン酸。あ、なんか聞いたことある。じゃあ EPA って何ですか？いや、わかんないわかんない。エイコサペンタエン酸。はあ。僕も必死で覚えましたまあ DHA ではね、とにかく神経細胞に非常にたくさん含まれているものですよね。神経細胞ってことはこの網膜にもたくさん必要なものですね。特にね、黄斑部とかで活躍しているものなんで、黄斑部の病気とかね、例えば緑内障で周りの視野はだいぶなくなってきちゃったけど黄斑部はまだ大丈夫とかね、黄斑部も危ないとかね、そういうような人は DHA とかやっぱ取った方がいいと思いますね、うん、EPA については特に血管の
弾力性を保つためにいいと言われているものなんで、基本的には動脈硬化のある人あるいはそれを防ぐのにっていうことなんですけど、高度近視とかね、病的に近視が強い人っていうのは血管もねかなりね弾力性がなくなってるって言われてますから、そういう人とかね、緑内障もいろんなことが原因だって言われてますけど、緑内障ってね決して一つの病気じゃないですよね。同じような特徴を持ってるやつが いくつかね合わせてるはずなんですよ。その中の一つが血流が悪くなるからっていう説もあるんですよ。そういう説を裏付けるような特徴的なサインっていうのが患者さんによってね、そういうサインがきっちり出てる人とか全く見られない人とかありますから、血流を少しでも良くするために EPA は多分有効だと思うんですね、うん、根拠があるかどうか分かんないけど、うん、もしかしたら緑内障にうなぎ効いちゃうかもしれないってことですか、うん、そう分かんないですけどね、分かんないけど、うん、これはエビデンスがないからね、はいはいはい、うん、いい加減なことは言えないですけど、論理的にはね間違ってないと思うんですね。へえ、すごいうなぎでも本当にねうなぎにはこういう栄養素が多いんですよね。まあ毎日は食べられないけど、ちょっと高いですからね、高いですからね、うん、体にもいいし目にもいいっていうことであればね、時々食べて補いきれないものは他のもので補うとかね、サプリメントを使うとか、まあ、そういう方法があると思いますね。はい、ありがとうございます。うなぎをそんなたくさん食べる人いないと思うんで大丈夫とは思うんですけどね、食べ物で一つ注意してほしいのは、それを取りすぎると弊害もありますよっていうことですよね。例えばナッツの時もお話ししましたけど、塩分の入ってるナッツね、そういうものを取ると塩分取りすぎになっちゃうし、ナッツはカロリーがもともと高いですから、他のものを普通通り食べててね、さらにナッツも食べるっていう話になるとカロリーオーバーになりますからね、だからそこも注意してくださいねってことなんですけど、まあうなぎの場合はちょっとコレステロールは高いんで、うなぎ取りすぎることはないと思いますけどね。さすがになかなかいないですよ ね、うん、だからそれは心配ないと思うんでね、コレステロールは多少多めですよって話はしておきますね。はい、うん、日本はうなぎの世界一の消費国らしいですね。まあそうですよね、うなぎそんな食べる国って聞いたことないもんね。まあ確かに、うん、いろんな料理で出てきますけど、海外の料理でね、うん、まあでも日本みたいにねうなぎそのものをかば焼きにしたりとか、いろんなことでガンガン食べる国はめったいないと思うんですよね。でまたね、日本人ってやっぱり食文化がすごく豊かだから、美味しく作る方法をねいろいろ知ってますよね。まあそういうね体にもいいっていうことでね、私もこの秋冬は食べたいなと思います。はい、ちょっと僕もチャレンジしてみようかなと思いますどうですか、今日の動画役に立ったでしょうか。はい、はい、役に立ったと思ったらチャンネル登録といいねマークをお願いしますね。お願いします。はい、それから、ベルマークを押していただくと動画が上がるとお知らせがいきます。はい、チャンネル登録をするとベルマークが出てきます。それじゃあまたね。